ジパングパンクゴエモンロック3、演じる役者たちも超豪華。石川ゴエモンか、相手にとって不足はない。京都所次第盗賊目付探偵方明智進化。ただいま参上いたしました。ゴエモンを追う明智シンクロを演じるのは三浦春馬。主演を務めた数々のテレビドラマにも映画永遠のゼロにも登場しない、踊り歌い弾ける彼はここでしか見ることができない。謎は全て解けた。それに気づかないとは、天下の大泥棒の名が泣くぞ。石川五右衛門さん、秀吉の己の五右衛門と同じ宝を狙う盗賊お銀を演じるのは蒼井優。あんたも黄金目当てでここまで。狙いは福文字にある黄金の仏像だよ。演技派として多くの作品で活躍する彼女が飛んで跳ねて照れちゃう姿をあなたは見たことがあるだろうか。それが一番納得いかない、なんか本心隠しているようですごく気になる。生きてゆく意味も失う。美しき甘さんにこれでもかと歌い上げる高橋由美子。金が全ての悪徳商人にノリノリ踊りの村井邦夫。西洋一の天然王子シャルルを演じる浦井健二と本格派ミュージカル俳優たちが満面の笑みで豪華共演。太閤殿下豊臣秀吉には圧巻の迫力マロ明石。さらに五右衛門ロックシリーズにはおなじみの歌も踊りもお任せあれの名役者たちが伝説のお宝をめぐって戦い歌い踊りまくる。なんだこのシーン。おきらくん適当超強引。なんで君がここにいるんだ。どうしても盗まなきゃいけないものがあるんだ。メイドインジャパンの最強エンターテインメント。お宝を手にするのはこいつか、こいつか。でかい世界に赤い道立ててやるじゃねえか。ジパングパーン。